いたしました。次のスピーカーはエルアコースティックスです。まずは共通音をどうぞ。今日はですね、エルアコースティックスの中からシバというシステムですね、こちらをご紹介したいと思います。位置づけ的にはこんな感じです。スローイングの距離は約35メーターぐらいまでを想定して、単品で使うものですね、アレーリングするものではありません。 S ラインというふうに書かれていますが、ご覧いただいて分かると非常に美しいシェイプをしているのが特徴になります。さて、こういったコラム型のスピーカーですと、どうしてもですね、一般的には見た目はスリムなんですけれども、こうちょっと非力なサブ頼み的な感じの音がすると思うんですね。ところが分解写真を見ていただきますと分かる通り、発音帯であるトランスデューサーを合計するとですね、大型のラインソースモデルである K2 というのとユニットの数的にはほぼほぼ同じ数になるんですね。コラムスピーカーですけども、非常にパワフルな出力を持った、市場の中ではユニークなポジションの製品だと認識しております。こういった形で内部ユニットが配置されているんですね。広域に関してはあらかじめ決められた形の J シェイプを描いて、その前にはエルアコースティックスのお家であるドスクウェーブガイドというものが搭載されております。そして中域に関して言うとですね、ああいった形で2、4で前後にまずオフセットしてるんですね。そして横から見ると前後ろにも若干オフセットしております。これによってライン長を稼いでですね、ことができますのと、あと広域を真ん中に挟んで疑似的な同軸の構造というものを取ることができます。高い方の周波数 1kHz 以上ぐらいで見るとですね、ちっちゃいラインアレイ2個ぐらいとそんなに差はないんですけれども、周波数を少し下げて315から上ぐらいを見るとですね、ライン長がありますので非常に鋭いビームを気づくことができるというメリットがあります。今度は水平方向ですね、横方向を見ますと、今度はこの形式だから生まれてくる水平140度という非常に広い指向特性を作り出すことができます。はい、ではですね、今から視聴をしていただくんですが、実はセンターにサブウーハーを置いているんですね。まずこの後2トラックほど聞いていただきますが、それはセンターのサブウーハーをミュートしまして、下手と上手にある灰箱とロー箱、これをアンプ1台で駆動した状態で、お聞きいただきたいと思います。Must be a million boys living in a great big city. I know that one of them is just right for me. I look down, 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 all around searching. I know he's out there waiting for me. I know somewhere somebody. I know somebody. Somewhere somebody. Someone's waiting for me. Searching, praying, anywhere in the world. You know the street lights shining and passing things. Waste my
trying to catch somebody's eye. But all that should have been done, it would have been, might have been done, could have been, slipping anyway. And they walk right on by. I know somewhere, somewhere. こちら芝シリーズのですね、定期の拡張の箱なんですが、蓋モデルご用意をしております。一つ目は今お聞きいただきました芝を直接マウントすることができるんですけども、芝ローという12インチが2つ入った箱になります。これによって定期再生限界は、いくつだ、見えないですね、こっちですね、定期再生限界は40ぐらいにですね引っ張れる形になります。そして定期のコンタ盛り上がりも約 9dB ほどというものになります。これに対してもっと定期を拡張しなければいけない、仕事的に成り立たないということであれば、今度は芝サブというですね箱を付け加えることができます。こちら箱数は全く一緒なんですが、12インチドライバーを1つ搭載したモデルになります。これを付けることによってですね、定期再生は今度は27ぐらいまで引っ張られるんですね。非常にインフラの帯域まで引っ張られて、定期の盛り上がりもまあ 12dB ほどになるというふうなシステムが組めます。そしてまあこれらをドライブするシステムなんですけれども、 L アコースティックスの中で言いますと小型なアンプになります。 LA4X というものでドライブができます。1筐体に4チャンネルの出力を持っていますので、例えば今お聞きいただいたのだと、ローハイローハイという形で、1台でいいわけですね。そして今からお聞きいただきます芝サブを含めた片側1/2なんていうと、片側あたりアンプ1台というような形で済みます。非常にまあロジカルかつ経済効率よくシステムが組めるようになっております。そしてまあ今回ですね、コンソールからステージボックスからアナログアウトの信号をもらっているわけですが、実際にはですね P1 と呼ばれます L アコースティックスの 1U の箱で受けておりまして、この中で信号をですねアナログから AVB に変換をしております。まあ、世の中たくさんそのネットワークオーディオのフォーマットってあると思うんですけれども、まあ、AVB というのはですね時間特性ですね、いわゆるラインソースとかで非常に重要な時間特性が揃っている、しかもものすごいシリアスな単位で揃っているというのと、もう一つはオーディオとビデオ用の帯域があらかじめリザベーション予約されていると、誰かが YouTube を見たからといって妨害されることがないわけですね。なのでまあスピーカーから取って考えると、まあごくごく自然にこれを使うだろうというネットワークのフォーマットになっております。はい。そして今からですねまたトラック聞いていただきますが、今度は皆さんの目の前にあるスピーカーすべてですね、この携帯でパワーアンプ2台使っております。こちらで、いくつかトラックを聴いていただきたいと思います。
2017年、ルーブル美術館で行われたルイ・ヴィトンのファッションショーなんですね。まさに大理石に囲まれた空間で、お客さんは世界中からセレブが集まってきて、そこにコーヒーな音を提供しなきゃいけないということで、選ばれたのが芝であったということがあります。こちらの写真をご覧いただくと分かるんですが、ファッションショーの常識としてはちょっと考えられない、スピーカーを見せてしまうという手法が取られたわけですね。芝は後で明るくなってからご覧いただけば分かるんですが、例えばハンドルであったりコネクターであったりってものがいわゆる見えないようになっています。美しいそのエレガントな姿のスピーカーを作って、これを見せてしまうということですね。なのでこういった厳しい要求が突きつけられる現場に対して、この芝というのは非常に有効に作用すると考えております。例えば今日のこの空間もそうですし、さまざまな例が映っていますけれども、やはりその音響的には非常に高いクオリティを求められる。ただしその設置条件はすごい無理がある。例えばスリムで、ブサイクじゃなくてというような、我々音響からするとそんな無茶だというような要求が寄せられた場合に、ちょっとこの頭の片隅にですね、芝というシステムを覚えておいていただくと、必ずや、皆さんの仕事のお役に立てるシステムだと私どもは認識しております。ではこれでですね、私どもベステックオーディオ株式会社、エルアコースティックス社の芝というシステムですね、デモンストレーションを終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。
なんか入ってた。はい、ありがとうございました。以上で全てのスピーカーをいただきました。どうもありがとうございました。本日は長時間お付き合い誠にありがとうございます。この後また18時まで開場しておりますので、よろしかったらいろいろご覧ください。以上をもちましてサウンドフェスタ2019小型スピーカー視聴会を終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。